そんな正さん、心安らぐ瞬間はあるのでしょうか。訪れたのはここ。いらっしゃい。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、ご案内って、これはリビングで、あちらダイニングになってて、彼の創作の原点はここ自宅。デザインは仕事場だけではなく、思いついた時にはどこでも描くという正さん、その発想のヒントが家にあるようです。大変置物が多いのですが、これはまあいろいろ趣味が変わっていって、最初はなんかアフリカのものを集めてたり、その後に今度ガンダーラとか、あとタイとか、あと絵は集めないんだけど、写真集めたり。絵を集めるっていうのはなんか絵描きになり損ねたから、なんかそういうのにちょっと抵抗があって、そういうの集められます。まだ未だにちょっと抵抗あるんですか。うん、やっぱりなんかあるよ。やっぱりできなかったから上の方に。デザイナーとして確固たる地位を築きながらも、人には言えない心の内もあるようです。本がお好きなんですね。逃げなの、本当のこと言うと。この現実からの逃避なの、大体が。本読んでるっていうこと、デザインしなくてダメで詰まってくると、やんなくてダメなんだけど、これで読み出して、本当は読まなければいいのに読み出すわけ。そうすると、こう読み出すと止まんないから、はい、こうなっちゃうと今度止まんなくなって、突然愛らしい住人が。正さんが心許せる相棒です。9年間、嬉しい時も悲しい時も苦楽を共にしてきました。一緒になって寝ちゃうんですか。そうなの。そんなに、じゃあ正さんとこう遊んだりしないんですね。そう、自分でやるの。だからすごく自立してる。キャットだからいいよ、猫だからいいの自立してなくては嫌いだから(笑)デザイナーという鎧を脱ぎ、素の自分に戻れる大切な時間。ところがこの後、目まぐるしい展開に。千載一遇のビッグニュースが飛び込んできたのです。すごくいいチャンスだと思います。この日、正さんは緊急ミーティングを開いていました。これまでとはちょっと雰囲気が違います。今何の打ち合わせをされてたんですか。昨日電話が入ってきて、人民大会堂でファッションショーをやってくれっていうことが頼まれたんです。それでそのために相談してるんです。日本と日中友好40周年のための前夜祭みたいな感じで、そのためのファッションショーなんです。なんと、国を挙げたファッションショーの依頼が飛び込んできたのです。しかも人民大会堂で行うという前代未聞のプロジェクトでした。すごくいいチャンスだと思います。正さん、早速その目で確かめようと北京に向かいます。人民大会堂を直接肌で感じ、正さんは責任の重さを痛感していました。すごいですね。こうしてそばで見るとものすごい大きいんで、思った以上に大きいんでびっくりしました。なんか言葉に言い表せません、この広さとこの人の数と
頑張ってやってみたいですね。こういうとこで。すごいチャレンジですよ、本当に。その背中が決意を物語っていました。数日後の夜、はるばるロサンゼルスからお客さんがやってきました。ただ、コンガチュレーションショーやるの。このまんま、お元気？元気ですよ。ただしさんとは旧知の間柄というこちらの女性。香りならターナーさん、ハリウッドで80本の映画に携わり、そうそうたるスターを担当。メイクアップ部門で日本人として初のエミー賞を受賞しました。さらに2005年にはハリウッドで着物ショーをプロデュース。中でも着物の生地でドレスを作るという画期的な企画がハリウッド映画関係者を前に大きな話題となりました。その時のドレスデザイナーが正さんでした。今日のあなたに会いにために来たんだからさ。どうもありがとうございます。ねえ、本当よ。正さんがショーをやると聞き、応援に駆けつけてくれたのです。このフレッシュだった。うん、すっごいフレッシュね。私もこういう時にあったの、うん、今でもだから正好きよ。強力な援軍もでき、あとは自分自身との戦い。ショーまで残りわずか、一層スケッチに力が入ります。北京でショーを行うにあたり、正さんには一つのイメージがありました。今年9月に発表したニューヨークコレクション、春の生命の息吹を躍動感あふれるデザインで表現。そのイメージを打ち出そうというのです。果たして中国で受け入れられるのでしょうか。そんな折、問題発生です。This is correct fabric, you think that? Quality control. This is quality control. If you think this is good quality, this one, if you can't work for me, how can you do better work? Think about yourself, not blaming other people. I ask you 100 times. ものづくりに一切の妥協は許しません。人民大会堂での前代未聞のショーを前に、正さんついに動きます。中国メディアの反応を探るためにショーに先駆け、ミニファッションショーを開催するというのです。中国メディア18社50人以上が駆けつけ、正さんの新作一枚一枚に鋭い視線を投げかけます。感触やいかに。ショーは大盛況のまま終了。中国進出を見据えたこのデモンストレーションで、正さん確かな手応えをつかんだようです。今中国はものすごいスピードで変わってきてるから、こういうドレスを必要な女性たちがいっぱい出てきてるっていうのは現実だから、日本よりももっと流行るかもしれない。しかし、ほっとするのもつかの間。こんにちは。こんにちは。
ただしさんはどちらですか。とんでもない事件が起きてしまいます。ただしさんに呼ばれ急行したスタッフ。こんにちは。ただしさんはどちらですか。はい、あ、応援になります。わかりました。はい、一体何が起きたというのでしょう。こんにちは。あ、おはようございます。一応あの何かあったんですか。あ、今ちょうど今ちょっと先にあの連絡があって、あの自民大会のあれが延期になるか、それが中止になるか、そういうふうな知らせが入ったんですよ。それは今は日中関係も、うん、ちょっとね、はい、そういうこと懸念してたんだけど、折からの尖閣諸島問題でショーが中止になってしまったのです。情勢を見守るしかないですね。うん、そうですね。こういう政治的なことはやっぱりああいうところでやるのは政治的なことが絡んでるから、あの、ね、俺たちが、うん、どういうふうにやりたいって言ってもあっちが決めることだから、しょうがないです、ね。うん。まあでもいろいろ次の仕事がいっぱいあるから、まあ忙しいですよ。絶対的な自信があっただけに、その悔しさは計り知れません。それでも正さん、次なる夢へ動き出します。やってきたのは北京中心部に来年オープン予定の超大型商業施設。建設途中の現場に足を踏み入れ、スタッフと入念な打ち合わせを続けます。実は来年9月、ここに中国進出初のフラッグシップストアをオープンさせる予定なのです。これがほらウィンドウだからこうなってて、たとえ一つの夢がついえようとも、また新たな夢が始まります。北京はあのうち の, あの中国でのこのビジネス の, あの発展のためには欠かせないあの拠点として、あの第一号店をここで開け、あの開けようと思ってます。すごく熱いです。デザイナーをずっとやり続けるっていうのは、まあ面白いからじゃない。多分これがつまんなかったら、多分もう明日やめてたか、明日になったらすぐやめちゃうかもしれない。でこれやってるのがすごく楽しいから、まあ未だにワクワクしてるからいいんじゃないかな。庄司忠62歳、一デザイナーとして歩み続けてきた30年間、世の女性を美しくする、その度に終着駅はない。